敵の数はどうだ。まあ聞くまでもねえか。私たち本当に最前線で戦うんですか。あんな大軍相手にどうやって勝つってんだよ。やるしかない。ここを突破されたら人類は。注目！これより我々は巨人との決戦に臨む。オールシーナの陥落はすなわち人類の滅亡を意味する。ならば我らが今すべきことは一つ。最後の一瞬まで抗い、人類の愛する者の未来を守ることである。皆心して戦え。心臓を捧げよう。今この時この一戦に人類の存続がかかっている。今一度心臓を捧げよう。最終防衛線を死守するのだ。突破されれば人類の敗北は避けられん。次だ。戦闘は調査兵団と駐屯兵団に任せ、憲兵団は拠点の防衛に専念するぞ。今だ。この怪我では頼む。私の代わりにこれを使って防衛拠点を設営してくれ。救援の縁談か。あそこは防衛線拡大のため欠かせない要所だ。加勢を急げ。ありがとう。無事に防衛線を拡大できた君のおかげだ。ありがとう。助かったわ。による被害は甚大だ。正反、獣の巨人の討伐に向かえ。巨人どもが次から次へと押し寄せてきらって。救援要請あっちね。分かった。いや巨人が邪魔だ。このままじゃ拠点を設営できねえ。手を貸してくれ。頼む。防衛拠点を増やせれば防衛線を拡大できるんだ。討伐した。よし、無事に拠点を設営できた。ここからは俺たちも加勢するぜ。果たせ。防衛線の人員が足りない。巨人に阻まれて合流できていない兵士がいるようだ。応援団やばいってことだよな。投石はやむ。何としても倒すぞ。はい班長。見ていろ獣の巨人、お前さえいなければ人類は。班長、人間様の恐ろしさ思い知らせてやりましょう。よっよっよっ
わけにはいかない。ウォールシーナを突破されるわけには。やっ、戦はまだ破られていないな。このまま維持せよ。任せなさい。ボーナスだ。逃げられたか。だがこれで投石はやんだな。リコマンチョ、頼みます。任せてくれ。急いで立ててくれ。地獄頼む。巨人が進路を塞いでる。これじゃ進めないよ。どうしたら。何とかして切り抜けないと。お願いします。従うよ。じゃあ頼む。分かったぜ。どうだ。獣の巨人、想像してた以上だ。他の子に構っている余裕はなさそうだ。ありがとう。おかげで助かったよ。よし、僕たちも防衛戦に合流しよう。ええ、行きますよ。絶対に勝って生き残りましょう。始末。次だ。よし、このまま防衛線を維持し続けろ。リコマンチョ、お願いします。倒したし、やっ、倒さる、頼む。分かった。こっちだ。優勢です。これで終わるとは思えん。獣の巨人の狙いは何だ。シーナの内扉が破壊されました。
私も行こう。よし、俺も行く。奴らをぶっ殺してやる。応答するぜ。ようやくお前らと決着をつけられる時が来たみたいだ。頼みます、アリム。ベルトルト、てめえは必ずぶっ殺してやる。迷いはない。今度こそは必ず殺す。よベルトルト、悪いけど君の好きなようにはさせない。巨人の足を止めた。やはりそれが狙いか、リヴァイ。くそが。おい、待て、エレン。エレン。
型奪還のための時間稼ぎというわけか。逃がすな！うっそ、こんな時に立体機動装置の故障か。鎧の巨人が逃亡するぞ。防衛線を解体し、奴を追撃せよ。超大型巨人は無力化したが、鎧の巨人が生きている限り、外扉の安全は保証できない。急いで立ててくれ。行ってくれ。エレン、無理はしないで。私たちがライナーを止める。救援要請。鎧の巨人を追う。奴らを逃がすわけにはいかない。ジマス、味方、頼む。よかった。エレンが回復したようだ。けど、まだ油断はできない。人類の勝利のためだ。君のことは逃がさない。やがったな、獣の巨人。今度こそお前をぶっ倒せ。無理無理、こんなの無理だって。どうやって倒せっての。いやーよ。アリオ、任せた。了解。宝石は防げたか。今度は迷わない。ライナーはここで殺す。このままでは鎧の巨人に逃げられる。奴の逃亡を許すわけにはいかない。戦うしかない。逃がすわけにはいかないんだ。よっ。巨人の動きが止まったか。みんなよくやってくれた。
いで兄を運ぶぞ。今は兄の奪還が優先だ。気持ちは痛いほどわかるけど、こらえてくれ。世界は元から地獄だ。強い者が弱い者を食らう。親切なくらい分かりやすい世界。そんな残酷な世界で強くあろうとした者がいた。その兵士は最後まで戦い続けた。エレン。ああ、今行く。あいつ結局帰ってこなかったな。正直もう望みは薄い。帰ってきますよ。きっと必ず。必ず取り戻すよ、俺たちの故郷。
you